おはようございます。6月14日ですね。6月14日、気温が、外気温を、棒を引っ張ったのがですね、とんでもない数字になってたんで、とても恥ずかしくて出せないなと思ったんで、やめました。外気温が40何度になってたんで、もう完全に、直射日光が当たって、温度が上がっちゃったって感じでしたね。で、室温は 23.2、 これは普通に、測れてるんで、まあ、多分これは大丈夫だろうと思います。はい、そして今日のコーヒーはガテマラです。ガテマラにしました。はい、今日の、質問ですね。コーヒーを飲むとざわついた心が溶けてく気がするのはなぜですかという、コーヒーを飲むとざわついた心が溶けてく気がするのはなぜですかということですね。まあ、僕なりの、考えを喋ってみようかなという気はしますね。はい。ざわついた心ってどういうことかっていうと、例えば何かかんかやってて、いろいろなことでトラブルがあった、えらこちゃえらこちゃっていう風になりますよね。まあクレームでもそうですし、まあ何でもいいんですけど、えらこちゃえらこちゃってことは世の中、多々あると思うんですけど、そのえらこちゃえらこちゃの時に、どうしたらいいかってことですよね。そのえらこっちゃえらこっちゃという状態でドタバタしてても大体、いいことが起きないんですね。まず、その状態を一回リセットして、考えるっていうことが多分、大切になると思うんですけど、その、リセットして考えるということが、多分コーヒーを飲むということだと思うんですね。つまり、この場合だと今日の、質問のあれで言うと、ざわついた状態、どうしようどうしようという状態ですよね。そのざわついた状態を、まあ、ある意味、リセットするのに、そのざわついた状態ずっと続いている状態で、どうしようどうしようは無理なんですけど、例えばそこで、ちょっと、一呼吸を置くっていうことでコーヒーを、飲むと。で、できればそのコーヒーを飲むのも、例えばコーヒーを立てるということがあると何がいいかというと、コーヒーを立てるって全く別の、作業になるんですね。つまりどうしようどうしようって言って、例えばまあ、よくあることだとパソコンがトラブったりとかなんかするとどうしようどうしようなんですけど、その状態で、どうしようどうしようとなった時に、例えばコーヒーを、立てるっていう行為を、行う。つまり、コーヒーを、立てて、立てるっていうことはコンピューターから離れて、コーヒーを立てるわけですけど、そうすると、ある意味、この考えをリセットすることができるんですね。だからその考えをリセットするっていうことで言うと、例えばコーヒーを立てる行為もそうだし。で、それが立て終わった後、ゆっくりと、とりあえず、コーヒーを飲みながら、前後策を考える。みたいなことが、まあ結構大切になるんじゃないのかな、というふうには思うんですね。つまり、そこでどうしようどうしようから、なんとか、する、糸口を見つけるためには、コーヒーを飲むというのは結構いいことじゃないのかなという気はしますよね。だから、実際にいろいろなアプローチを、まあ、考えるっていう時に、まあ、コーヒーをまず、飲んで、どうしようかなというふうに、考えて、それからおもむろに対応策を考えるという時にはもうある意味気持ちは落ち着いているので対応策がまた見つかるようになるんじゃないかなと。
いう感じですよね。とにかく、どうしようどうしようとテンパってる時にそのまま、どうしようどうしようをずっと続けてても大体、いいことは起こらないんで、とりあえずどうしようどうしようとなったら、まずはコーヒーを、立てて、コーヒーを飲むという、ことをする。というのが、まあ、いいことじゃないのかなという気はしますよね。だから、まあ、なんか、トラブルがあったり、したらですね、まずは、コーヒーを一杯、例えば、出してあげて、まずはコーヒー飲みましょうと。それで、対応策を考えましょうみたいな感じで、いいような気しますよね。そうすると、ざわざわした心が、まあ、穏やかになっていくんじゃないのかなと。いうふうに思いますよね。特にコーヒーを飲むっていうことは、だいたい一歩、後ろに下がるようなもので、全体が見渡せるようになるんで、これはこれで、俯瞰できるっていう意味では、いいことのような気がしますよね。こうやって朝、毎日、こうやってコーヒーを20杯分、ポット1本分をこう立てるわけですけど、この立てる前に、まあ、例えば今日なんかは、実は言うと、撮影が2回目の撮影になっておるんですけど、それはなんでかっていうと、撮影し始めたらすぐに、松屋さんが、豆を持ってきて、そっちを、まあ、優先的に、まあ、やるわけですよ。やったわけなんで、実を言うと、もう一回撮り直しになったんですね。だから、そういう状態でも、まあ、簡単に言うと、コーヒー、まあ、たまたま、蒸らしまで入ってなかったんで、まあ、取り直しもそんな、大変じゃないんですけど、蒸らしまで入ってると、もうそのまんま、豆をこう、搬入するのから全部、やって、もう、動画の方もそういう状態で、まあ、出しちゃうんですけどね。今日は、蒸らしをやる前だったんで、まあもう一回撮り直しにしようっていう風になったんですね。だからそれだってそうなんですけど、結局どうしようどうしようっていう時にも、まあ、とりあえずはまず、ゆっくりコーヒー立てて、で、コーヒー飲んで、それから、考えようとかいう風でいいような気がしますよね。だから今日なんかは、まあ、朝、この後、コーヒー、ほこり飛ばしをやって、ほこり飛ばしをやった後、まあ多分、焙煎に入ると思うんですけど、焙煎に入って、豆を、まあ、一生懸命ガンガンと、まあ作りますけども、それがまあ、ある意味、早い時間に、生が来たんで、これは作業としては非常に、効率よくやれる、いいことじゃないのかなと。まあある意味ラッキーってことですよね。確かに、撮影は結局、やり直しになりましたけども、仕事としてはまあ早くに生が来てラッキーかなという気がしますよね。はい、それでは、コーヒー、ガテマラですね。
これですね。コーヒーを飲むとざわついた心が溶けていく気がするっていうのはね。はい。ざわついた心が溶けていく感じがします。これでくつろぎすぎちゃうと、仕事にならんので、くつろぎすぎないようにしなきゃいかんですね。まずは、今、父の日セット、売ってます。父の日セットはですね、ダディブレンドと、鈴夏と浴衣美人のセットで、販売しておりますので、よければですね、お買い求めいただきたいと思います。今度の日曜日までが父の日ですよ。あとはあれですね、レンジで時短、水出しコーヒー、1時間で水出しのアイスコーヒーができる。これは手軽でいいですよね。手軽に、入れる割には結構、水出しコーヒーとしてのクオリティは高いと思います。一応ですね、5個セットと、1個セットと1個の、単体とあるんですけど、5個セットだと、去年の値段と同じになります。お値打ちに出すことができるので、5個セットがおすすめです。はい、ということで、今日はここまでにします。